野球の面白い雑学。バット10本とトレードされた選手がいる。その選手は後に薬物とアルコール中毒で亡くなっている。原因は相手チームの球場でバットマンのテーマを流されたり、審判にすらやじられたためと言われている。闘魂込めてと六甲おろしの作曲者はどちらも古関裕二。ダブルヘッダーの1試合目の後移籍して、2試合目は相手チームで出場した選手がいる。ヤクルトのジョン・スコットがダブルヘッダーで達成してるのか。マグワイアはシーズン途中の移籍で計58ホームランを放ったが、リーグが異なったためにどちらのリーグの本塁打王よりもホームランを打ったのにホームラン王になれなかった。王貞治と米田哲也のトレードが打診されたことがある。イチローと大魔神佐々木もトレードの打診があった。別所武彦の完全試合を阻止する安打を放った神崎康隆の生涯安打数は1。プロ野球史上最短試合時間は55分、もちろん9回まで終了している。プロ野球史上最長試合は6時間26分。最短飛距離のホームランはホームベースから数十センチグラウンドと土にボールが隠れて探している間にランニングホームランが記録された。フォークの神様杉下茂が通算200勝を達成した時の敗戦投手は馬場翔平、このジャイアント馬場。野球は昔21点先取したチームが勝ちのルールであった。昔はフォアボールではなくナインボールだった。1920年に禁止されるまで二塁から一塁へ向かうような逆走盗塁が認められていた。また実際に記録もされている。ベーブ・ルースはあだ名、サイ・ヤングもあだ名、タイカックもあだ名。夏の甲子園開会式でプラカードを掲げられるのが西宮市立西宮高等学校の2年生の女子生徒のみと決められている。ご視聴ありがとうございました。